この穴は一体地の底へと通ずる穴じゃ。ああ、そこの方は真っ暗で何も見えないよ。一体どこまで続いているというの？こんなことができるなんて、教皇って恐ろしい人なんですね。これは教皇の力ではなく、あくまでも自然が作り出したものじゃ。わしらは世界の裏側へと出ようとしておるのだ。世界の裏側だと？そうじゃ。この夜の闇より暗き地の底に我らの進むべき道がある。まさか生きて再びこの地へ足を踏み込むことになろうとは。はっきり言うが、ここから先は進むほど険しく苦しくなっていく。どの道引き返すことはできねえんだ。行くしかねえだろう。なんだここは。天井に大地がへばりついてやがるぜ。この地球の内側は巨大な空洞になっておる。こここそが創世紀戦争でメフィストたちに敗れ、その結果この大地の底に幽閉された白き羽の天使たちの牢獄。もっとも今ではすっかり理性を失い野生化してしまった堕天使たちの地獄と化しておる。おい、奴ら仲間の肉を食ってやがるぜ。ここには他に食い物などない。しかももともとが天使であった彼らは容易に死ぬこともかなわず、戦いに勝った者はわざと死なない程度に相手を食っては再び戦闘を繰り返す。先ほどの食われた奴も気がついた頃には体が再生し、他の者を食料として狙うという無限地獄を延々と繰り返しておるのじゃ。そんな、むごい。無駄じゃよマルコ。すでに彼らはまともな感情など持ち合わせてはおらん。いや、今の彼らの反応こそ全ての天使たちの本来あるべき姿なのかもしれん。これ以上話しかければ間違いなく戦闘になるぞ。わしらの目的はこの先にある天国の門じゃ。こんなところに長居は無用。すぐにあちらに向かうぞ。